にゃにゃん、どうもこんにちは、シュン TV シュンのシュンです。今回もフリーゲームキート勇者をやっていきたいと思います。パート2ですね。では前回のパート1の続きからやっていきます。ってことで、なんか前なんか画面真ん中のピエロに話しかけたら、なんか100ゴールド集めたらなんかいいですよとか言われたので、100ゴールド集めていきたいんだけど、どう集めていくんだ。なんか買えるかな。お金持ってないけどね。ここは道具のお店よ。あーダメだ、お金持ってないんだ、ごめんよ。売却は、これは25ゴールドで売れるんだ。でもいいや、やめる。そうか。じゃあこの穴は何やろ。おいしょ。おなこれ、あー懐かしい。俺が前に掘った落とし穴だ。まだ残ってるんだな。何使っての落とし穴なんて。まあ、いろいろとな、怖いよ。主に誰かを足止めするときに使える。言い方がもう、手慣れてる人って感じね。怖いよ、怖いよ、大丈夫かな。じゃあ、ここはなんだ、なんだろう。ここは、宿屋かな。宿屋、宿屋。まあ、今は猫ちゃんいますね。猫ちゃん、あれ犬犬あれ、最近は物騒になってきたばん。よかった、猫持った。1年前に魔王軍がやってきて以来、安心してキャットフードも食えないにゃん。でも世界を救ってくる勇者がいるって聞いたばん。ほんとかにゃん。だとしたらきっと強くて優しいかきっと強くて優しくてかっこいい人だにゃん。はい、正解。まあキートやからね。じゃあちょっと、じゃあこっちやなんかないかな。ああるね。他人の家。ちょっと入ったよ。こんにちは。あれあよ、人の家に無断で入って物を盗ないそうなので、泥棒だ。すいませんでした。違うよ、そういう人を勇者って言うんだ。違うえそうなんだ。わーい、僕また一つ賢くなって、聞いたと思う。だから勇者の俺に何か恵んでくれないかな。いい加減に死なないよ、泥棒勇者。世界を救う勇者様の、世界を救う勇者様の特権だぞ。何が悪いって言うんだ。ねえ、結局お兄さんは泥棒なの？勇者なの？半分半分かな。じゃあちょっと別の場所行こう。半分半分か。半分勇者で半分泥棒。どう行こうかな。あ、なんかいますね、人が。すいません、すまないが、ここは通せない。なんで？最近魔王軍の侵攻が激しいからな。許可されてるものを通すなという王からの、おすすめなのだ。どいつもこいつも魔王に怯えてやがる。それも当然か、モンスターどもは人間より強いやつばっかだしな。俺だっけかな。俺だって まともに戦ったら苦戦するし。じゃあどこ行こうかな。先進んでいきます。お、なんか王国、ああびっくりした。お、ドーイング、ああ、ザコラットが出現。よし戦おう。攻撃いけ。あーわー、あいけた。よし30、よしやった。わーい、倒した。わーい、勇者距離8。お、お金入るやん。やった、お金手に入れられるやん。やったぜ。じゃあちょっと、じゃあここ行こうかな。左スタジオ。あ、ちゃんと左スタジオならね。あれ？もうなんか戻っちゃったよ。あれ、もうなんか、あれなんか戻っちゃったよ。こっちか。こう行っていこうかな。よいしょ。こんにちは。そのお姉さん、最近は物騒になってきたわね。モンスターって強すぎない？武器や防具を揃えても勝てる気がしないが、しないわ。まあ、人類とモンスターの戦闘能力の差は、ちょっとややす、ちょっとや、そっとやまらねえよな。まともに戦っても勝てねえよ。勝てないのか。じゃあ、こっちは、俺は、親の言われるままに勉強し、一流の学校を出て、エリートと呼ばれる、城内チームに属した。レディーのった人生さ、いろんな奴が、俺を恵んでくださんだ。まあ、悪い気がしないよな。でも、俺の人生は正解なんだろうか。俺は正しい選択をしてきたのか、とっとき思うんだ。
人生に正当法なんかあるのかって、どんな人生だったとしても人生は人生だよな、胸を張って生きててもいいはずなんだ。いいこと言いますね。セーブしましょう。セーブは大事。セーブ、セーブして、よし、まだいけますね。よし、じゃあこの人の話しましょう。はい、誰かが言ってたわ、このゲームに正当法はないって。ゲームって何のこと？え、待って、このゲームに正当法はない、もしや自分がやってるこのゲームですか？え、何？怖いよ、正当法ない。お、万能カード手に入れた。なんか、良さそうなアイテム手に入れたよ。装備、や、装備じゃない、アイテムかな。武器棒が大事な、大事なもの。あ、どんなロックを解除する価値。おー、いい数ですね。いや、この人は？こんにちは。私は、王様専属のバニーガールよ。王様、いい趣味してやがる。さすがの身分だな。王様にだけ特別にあんなことやこんなことをしてるのよ。例えば、リンゴをウサギみたいに切って、食べさせてあげたりとかね。王様、ウサギも大好きなよ。かわいい。かわいい。かわいいですね。じゃあ、この人は、旅人。北にある左上王国には、伝説の武器があるそうです。王家に伝わる境ですから、たとえ勇者様にも簡単には差し出さないでしょうね。そうなのか。じゃあ、王様、左下王、ゆは、左下王国の王である。どうも、勇者やってまーす。なんと、そなたが、ディズニー、名を高き、勇者。この世界を救うという、あの、はい、世界を救うって言われてるの、あの勇者っす。勇者殿よ、我が国にできることだが、なんないと思うし、左下王国は、全力でそなたを援助する。スポンサーゲットだぜ。何頼んじゃうかな。勇者らしいことをお願いしなさいよね。間違っても酒と女を要求するんじゃないのよ。分かってるって。なんかか。じゃあ、何か武器とか防具とか欲しいっすね。ほう、戦いに使う防具が欲しいんだな。よかろう、勇者殿に乗るとなれば。50ゴールドだと、木でよこすって要求やめてくださいよ。あんずるな。要は、世界の平和のためなれば。投資が惜しまん。最上級の防具を授けようぞ。よ、名言。いえ、名軍、イケメン、言うの。そんなに渡っても、このものしか出ないぞ。え、名誉の鎧。ああ、ありがたき幸せ。え、売ったら1ヶ月分の酒が買えそうだな、これ。めっちゃ簡単に倒すな、防具が手に入ってるね。他にも困ったことがあれば、立つのが良い力になろう。おお、じゃあ、装備しとく？あれ装備できない。あ、そう、あ、鎧か。鎧やった。体かな。あ、やった、やった、あった。おー、守備力。あ、めっちゃ守備力上がる。防御力めっちゃ上がるじゃないか。わぁ、めっちゃ強くなったよ。あ、ではね、時間もいいところなので、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。次回もやっていく予定なのでよろしくお願いします。ってことで、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。トイキャス配信、ナチュラル配信もやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。公式 LINE もありますので、下の URL から友達追加よろしくお願いします。ファンクラブ、ファンクもありますので、下の URL から見ててもらえたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。